かっこいい。す今すげえ。めちゃくちゃ減ったぞ昇竜拳。飛び込んで出し切り、ガードして中段挟んでエリアルレイブ、まだわかんない。もう企画して受け身で、あーここは火力でナゲッツが一歩接種。さあ旦那、あとはないぞ。どうする？バーストで、バーストだよ、ブラストなのか。ブラスト、ブラストで書いてある。ブラストシティですね。下段が多いかな。おお、チョイスされた。火の鳥からの、火の鳥、あのヘリ見たか。ナゲッツ、おお、とこはブラスト使いして、でまたエリアル入ってしまってる。シーザー、BS でシーザー受け身で受けて、空中ダッシュで違うな、シャナ。おのおの空中ダッシュ、シャナ。そのまま一回仕切り直したけど、真横からと広いそびれて、ジャンプで逃げて裏から今度はチェーンコンボ、ゴヒット。これはやばいぞ、強いぞ、強いぞ。ナゲッツが覚醒したか、ものすごい強さ。おっと、勝利、勝利、半分、半分減った、半分減った、半分減った、やばいぞ。あれが切り札ですね。さあ、そのまま勝ったのはナゲッツ。おめでとう、強い。ベスト4が今のところアスナで、今回のナゲッツさんのシャナ、残り2枠は誰になるのか。パシーさんのキリトとコーリーの、コーリーさんのバスケ。さあ、コーリー2勝目あるのか、ベスト4に行けるのか、ベスト8止まりなのか。コーリーさんと14戦1勝になったコーリー。そうですね。あとパシーさん、パシーさんですね。パシーさんとコーリーさん、じゃんけんして選挙決めてください。おっと、じゃんけんなし、平和的解決、平和的解決。さあ、コーリー、ここは優勝を取っておきたいところ。何せまだまだ稼働日ですよ。エヴァガチャやっても勝てるかもしれませんということで、コーリーの小学生ツピエ、そしてパシー、パシーさんのあの男も結構強いですね。キリコーリーさん、これ原作とか知ってるんですか。さっぱり、さっぱり、いいですね、いいですね、いいんです。ストリートファイターは原作なんか読みません。いいんです。15戦、あ、さ、野試合1回だったんだ。野試合。15戦1勝。じゃあ野試合負けてるし。負けて帰ってきてるというね、この状況。ちょっと2回目るかな。いや、でも、コーリーさん大会強いですから大丈夫ですよ。勝負どころでは負けないコーリー。飛び込んで、裏もある。裏からチェーン決めていく。まあ、止まって。キリとか返す。12秒から。おっと、ここは、バーストで拒否っていくのはコーリー。キリダンジャンプ読まれて。落とされる。そう、おっと、ハリケーンアッパー。すっげえ痛いな。痛いな今の。おっと、なんか来たぞ。なんか来たぞ。さあ、これはコーリーの手動ダークネスが決まるのか。おっと、しかも横からキリトが攻める、キル。また来るか。浮かされて、エリアル。キリ持ってかれて。持ってかれて、いつまで続くんだこのコンボ。途中で落とされた。で、バーストね。バースト、拒否て。さあ、コーリーピンチ。あ、そのバースト中でコーリーとかパワーアップするのか。そうだね。人的に使った方がいいんだね、どんどんね。浮かって。下段から、あ、中段当たってねえし、下段で大切り。まずはパシーが一本選手、コーリー、あとがない。デスバウンド、デスバウンドかな。中段立ったよ、パシー、うまい。これがキリト、おっと、ここはパスして、パスして、ガード裏待て、下段から、チェンコボ、しっかり決めて。さあ、長いぞ、長いぞ、画面端で、画面端でチョイス、だから霞結果が決まる。バシッと減って、勝利はガードされて、空中ガード、もう一回決まっちゃうか、空中もう一発入ってしまう。痛い痛い、えらい下手。さあ、コーリー大ピンチ、どうする。アドバンシングガードで拒否して、画面端に追いつけてるぞ。おっと、壊したぞ、いいぞ。ここでアートラバー入りたかった。みんな力を貸して、一人で生かされた、一人で生かされた、残念。誰も来ねえ、誰も来ねえみたいな、オラに力を。しかし、パシーが切っていく。いや、今のはやばいね。お見事、パシー。コーリー撃破。また、投撃が遠のいた。ということで、おっと、今のベスト4全部違うキャラですね。アスナ、シャナ、で、キリ、キリ、トト。そしたら、じゃあ、最後の枠ですね。とジミコ大好き、間違えた、ボットじゃねえ。ジミコ大好き、ジゾ様のシャナと、タヒチさんのキリノですね。はーい、これでタヒチさんが勝つとベスト4が全部違うキャラが、ジミコさんが勝つのか、勝率変わったのかな、どうなってんだろう。なるほど。
どっちも 100%。 ついに 100% 同士です。 100% 同士、 100% 中の 100% 100% 最強決定戦をじゃあ決まってしまうのか。100% さあ、ジソ様 2P側にジミコ。おー、やべー、勝率 100% 同士、お互い一緒、16戦16勝同士、ついに土がつくのはどっちなんだ。ワピガニタヒチさんのキーノ、 2P 側にジミコ、ダキゾ様のシャナがやばい。と完全にこの2人の試合だけ別の試合、別のゲームに見えますね。面白そうだぞ。ギルティギアだったぞ。とそっから男は持ってって、タッシュがあいつだけ転がってるの、こげるの蹴れるっぽいように見えますけどね。さあここでポケットファイターから大切りで返していくのはジソ。投げはタッシュジソが当てる。カーフニポ火の鳥で体力追いついて、追いついた。お、なんか怪しい、怪しいストライカーが来たぞ。なんかどう見ても不審者、不審者。ヤエモンストライカーを使っていくのはどっちだ。ヤエモン使ってるのはジソさんですね。これはブロッキングから画面端大使がガードして、体力飛び道具当てていくのはジソ。横から拒否ってどうすんの、お見合いからと。セリアでしたのはジミコ大好きジソ様。ゲームが違うぞ。さあここはタッシー、ここは土をつけたくないところ、なんとか一歩取り返したい。下段から食らって画面足、ポケットファイター追っかけて逃げるジソ。横から超室まで入る、つながる。体力追いついたか。さあどうする、おっとヤエモン使って浮かしていく。レッシーザンダイパンで返して、下段からチェーンコンボ、しっかりガード、タッシー投げは、あーっといいぞ投げて、そうあーつらた、一気になんだこれ、いつまで一気に体力追いついて、体力追いついた。大パンチ、今切り札とかやった、切り札ですね。ボンバー技ですね。さあここでチェーンつないだ、レッシンザまで持っていって、レッシンザから下段からチョイス 100% は小さお。お見事、最後は化学忍法火の鳥だということで、いやー大志さんもありがとうございました。いい試合ありがとうございました。ただベスト4に残ったのはコア、アスナ、ナゲッツ、シャナ、パシーさんのキリトで今勝ったジソ様のシャナということで、シャナが2体ベストになりますね。わかりました。したじゃあ準決勝ですね。コアさんのアスナとナゲッツさんのシャナでじゃんけん 1P2P。お願いします。じゃあコアさんとナゲッツじゃんけんして決めてくれ。じゃんけん勝ったのはまさかまさかこの朝10時から26人の電魔勢マッサージ師たちが集まった、やっと4人に絞られたベスト4。まず第一試合、いや長いよね、試合が長い、うん、しょうがないよね。コアがワンピー側にコアさん、ツーピー側にナゲッツ、ナゲッツシャナ、両方とも相当強いね、立ち回り見せてくれましたけど、そろそろ上級者同士試合を決してくれ。お互い前ダッシュからスタートして、ナゲッツがしっかりガード、100です。下段から飛び道具受け身を取ってやり返す、コアジャンプ攻撃から四隅横切りして飛び道具、飛び道具当たって、この飛び道具早いな、下段からアウト、チェーン決める。しかしここはエリアル拒否で、最低限度のコンプのわけですね。途中で当たってからのエリアが入って、エリアが入ってしまう。また裏待て、ガード方向を巧みに揺さぶっていく。ここは飛び道具ガードして、やっぱチクチクガード、アドバンシーガードかな、中段届かなかった。そうか、エリアルレールスライダーヒリューからの100レールから100レールずつ置いて、なんかスライカーが打ってきたぞ。うめえな、コア圧倒的じゃないか。あ、いや火の鳥パンチして投げつ返す、わかんない、ボールはまだ生きている。中段、あっと飛竜当たって、ストライダーが当たってしまって、まずコアの、アスナが一歩接種、
宇宙だし。そう投げで投げから前からの回転ウェブ。猫ちゃんが猫ちゃんが猫ちゃんが猫エリアで攻めてレッシンザンからの ES レッシンザン ES レッシンザンしっかり決めてあのヘリナゲットの火力が高いがフォアがやり返す100レッシンザンジャンプでオート今日ついたようにストライカーを使っていくのはフォアうまいぞジャンプコインから横下からのフラもあるとあーと集団だ新勝利が入るストライカーで焦がしてナゲツ頑張れナゲツ頑張れまだボールが生きてるとうとうシーが止められてトッシー止められてあ、中段からエリアでナゲツ席を立ったチョイス繋がって勝ったのはブラボーコアおーブラボーということで勝ったのはコア決勝進出おめでとうお疲れ様でしたさら右側ですねパシーさんのキリト男キャラがここまで伸びてますもう男が残ったキリトとジミコ大好きジソ様のシャナさあジソさんまだ依然 100% 維持している状況で 2P 側へそして男キャラ唯一残っているキリトシャナかパシーのキリトか準決勝第2試合始めてくれ今日はまだ稼働日だというのに皆さんの人間性能には驚かされるそうですよね、すごいですよねすごい、もう完全に分かってる感じでやってますねでもまだなんかまだ危ない技いっぱい見つかりそうですけどね地上からジャンプに繋がった逆にさらに地上に繋がっちゃうっていう段階でやばいと思う相当やばいですねまあわかんでもそうだよそう、どっちも 100% おーっとまたも 100% 同士の戦い火をつけられるのはどっちだ戦いは無情ださあ、キリとパシー15戦15勝、パシーのキリと17戦17勝ジソ様のシャナジソ様のアグレッシブな攻めパシーがダウンを奪われるそうスライディングからおっと投げたと画面端を追い詰めて元ミーラパッケージミーラパッケージしっかりガードしてジャンプ攻撃返していくかエリアル決めるのパシーおうめ持ってって11ヒット返すかあーっとここで引っかかって切り札でしょうか何でしょうか分かんないですけどだから当たってあとこ返していくついたのもちょっと分かりづらいですよね分かりづらいです、ね、通常なんか投げてからのカイザーウェーブでもう拾えず拾えなかったいい勝負自走体力的にはやっぱりシャナは軽くは高い、ね、軽くは高いように見えますけどねさあレシーザーしっかりイエスでつないで地上おっとこ超質当たってねえし集団イラパッケージイラパッケージガード飛び道具当時の様の口から怖えこのキャラ何だろうと攻めあぐれてる感じいやそうは言ってもガーッと1本入れてるバッチリ決めてまず1本出しましょう G 層勝率 100% 守れんのかスーピーが飛び飛びさあパッシーここはやり返したいところスライディングから横から大切りレシーザーからの超インサスズバッとズバッと切ってパッケージミラパッケージで押してから大切り G 層がやり返すか拒否られてお互い拒否るお互いパーク状況気合も呼んでおっとパシーがやり返すパッケージでミラパッケージが入るそのエリアル超質まで入る20、33ヒット体力がまだパシー減ってないパシー減ってないですね危ないですねからの今度はパシーのアウトダブルレップ剣ガードされてダブルレップ剣ガードされてそのままチェーンつないで11魔力的あっラウンド数泣いても笑ってもどっちかが勝利 100% ではなくなってしまうそうですね土がつくのはどっちだおっとまず忍法ヒルトに生当てはあのヘリヤエモン使って画面端ヤエモンだゲダからミラパッケージからのレシーザーねうめえあっちょいのやり返す体力追いついた追いついて魔法陣大切り当たんない飛び道具当たってない下段からチェーンコンボ中央でミラパッケージガードしてお互い攻撃が阻止する若干シャナリードシャナリードでヤエモンがスライディングから超質当てらった当たちゃったしでシンザンミラパッケージ返してエリアルシソが決めるチュイートでシンザンで持ってってヤエモン使って拒否ていく回復するんですねあれねパシーがミラパッケージで体力若干回復してってねそうですね男大切り返していく
超絶そうだんだ死んだかまだ生きてるバシバシまだ生きてるあ中段梅最高勝った勝ったいやー非常にいい勝負でしたねいやーパシーさん強かったありがとうございますなんかすごい偉いごつい水月灯が水月実水月灯が出ましたねさあじゃあ決勝戦ですねじゃあお待たせしました長かった戦いよ長かった戦いよさらばということで朝っぱらから皆さんありがとうございました約10大体10時半ちょいぐらいからかやって1時間半ぐらいやってますはい、はい、じゃあ電話大会決勝戦始めたいと思いまーすイエーイ勝った方が全1勝った方が全1じゃあジソさんとコアさんのアスラですねじゃあコアさんとジソさんじゃんけんして選挙決めるんだと大丈夫ですねワンピー側スーピー側にじゃんスーピー側にジソ様わー依然 100% ジソ 2P 1P コアいやでもよかったですね決勝戦両方とも女キャラで女キャラですよ安心の女キャラアスナ 1P さあ稼働日だよまだまだまだ稼働日でございます18戦18勝最速世界最速大会お昼に終了ダッシュ投げヤイモンが滑るサイディングで全一マッサージ使いはどれだだどっちだ飛び道具打ってストライカーを出していくな実装火力が高いシャナを選択腰からの腰でそうダッシュダッシュ投げだからチェン投げ空振りがないんだなこのゲームっぽいっすね投げていった投げてこうは返していくと食らってあーいいエスレッシンさんが入るおーしょストライカー振り受けて横から超一手死んだか死んだかまだ生きてるがヤエモン下段切りヤエモンヤエモンからの下段ヤエモンが跳ねるさあ優勝リーチ自走どうすんの 100% のまま 100% のままそのままぶっちぎるのか投げていった誰も土をつけることができないのかどうなるおっと100列返して中段バウンドしてよく見えてる下段切り2段ジャンプでいなして飛び道具放っていくなじそう非常にいい立ち回り下段から飛び道具よしみよしみ突っ込んでくるなコア下段下段下段で百列しっかりガード中段立って下段下段食らってくれてそっからのおーブラボーとおーブラボー決めていくいいヘリ見せていくなさあシャナ体力リードされている状況と新勝利が出てからダッシュ逃げるシャナ画面半状況いって飛び道具とヤエモンがヤエモンがヤエモンから下段あいつなんだあれなんだ よくわかんない下段から食らわして食らわして受け身で逃げるけどコア一歩取り返すやばいぞこれは全く読めないと体投げは体投げ拒否で飛び道具当たってしまってヤエモン使ってヤエモン退場ヤエモン退場で投げていくコアバーストハブバーストバーストが行って上質そこにブラボーオーブラボーということで一体の考えて入って中段から100列ジョビット投げで地蔵さん返すカイザーウェーブカイザーウェーブで返す下段からトークバックで食らっちゃってからのイエスレッシン出してくれてヤエモンで挟んでバーストカードされて火の鳥でどうなんだコアボールはまだ当たってねえしとやっちゃったかやっちゃったかジソ優勝おめでとうやはり 100% 全一はお前ださあ急ぐ全一ジソおめでとうございますはい、ということで全24人のマッサージ師の頂点に立ったのはジミコ大好き地蔵様のシャナということでみんな拍手だ優勝おめでとうございまーすということでじゃあ、ね、優勝した地蔵様に一言私が 100% だということで一言いただければ
や、まあ私は本当はオズと言うんですけど、まあそれはいいです。今日は、まあ、皆さんにジソというプレイヤーのことについてしっかり覚えていただきたいと思います。私としては、はい、ジソさんを今後ともよろしくお願いします。はい、握手おめでとうございます。ということで優勝商品マッサージに使うんだ。ドンキホーテで買ってきたぞ。はい、ということで電動マッサージ機がプレゼントされましたということで、はい、ということで稼働日大会と、だ、ほんと1時間半以上か、長、ほんと長かったですね。ほんとね、まあ、朝から26人も集まってくれた皆さんに拍手ありがとうございました。これからもじゃあ電話は朝一で盛り上げていきたいと思いますので、よかったら帝でぜひ遊んでください。ありがとうございました。あの、夕方になるとギルティで埋まっちゃうので、ギルティ勢倒して遊びたい人は電話に選択し直してください。よろしくお願いします。はい、じゃあしばらくニコ動は流しておくんで、のじやよかったら見てください。あの、こっちこれがネットに繋がってるんで、よかったら自分のプレイ見せたい人は、はい、あ、ちょっとまだやる前に設定だけ、あ、設定だけね、変えてネット台で遊んでください。よろしくお願いします。はい、じゃあこれからも帝と電話をよろしくということで、稼働日最速電話大会以上終了。ありがとうございました。ありがとうございました。全一ジソニー、最後に大きな拍手を。ということで一応の、コンピューター戦は2本で、対戦ですね、対人戦は3本選手となっております。よろしくお願いいたします。